My, how lovely. It's like being in fairyland. Yes, indeed. It seems so strange that those white spots could be living herons. Every year in March, these herons come here from the south. They mate here and hatch their eggs, and when their young ones are able to fly, they go off again for the south. That in the autumn. Oh, I see. Aiko, how many herons do you think gather here each year? I really don't know, but there's about 30,000. Ooh, 30,000? で、作業を移している間についあなた方の方まで入れてしまったんです。いけませんわ、お断りにならなくては。は。 Is he the man who specializes in taking pictures of the herons? え、趣味で時々撮りに来るんです。私にはこの詐欺の世界がすっかり気に入りましてね。よくお分かりになるでございませんの。じゃあどうぞ次回にお話しな。いえいえ、自分で喋るのは下手なんです。No。He says, as a hobby, he has sometimes come here to take pictures of them. He is interested in the heron world. あなたの英語は綺麗ですね。長らくあちら行ってらしたんですか？ええ、4年ばかり。お、どちらの方へ？ワシントンとニューヨークに。アメリカの奨学資金で行かれたんですけど。お、道理で。どうもありがとう。ただいま。おかえり。ミスリーをホテルまで送ってきたわ。ご苦労さん。電話がだいぶあったよ。そこにメモしていたけど。すいません。 OK だって一致したよ。ミスリーの北海道行きの件。そう、それよかったわ。あちらの財団の人が来ると大変だね。君が一手にガイドを引き受けるんだ。でも教会には財団からお金が来てるんでしょ。そう、それだね問題は。私、教会が少しでも良くなればいいんですわ。うん。もしもし、起きてっこじょですか？あの、恐れ入りますけど、千番の金藤義春君呼んでいただきたいんですけど。金藤って例の非行少年でしょ？あなたが知り合ったという。ええ、でも今では真面目に働いてるんです、鉄工所で。しかし難しいでしょうな、ああいう少年の構成は。どうも。もしもし。ああ、やっぱり先生だった。さっき電話かけたんだよ。僕ね、明日電休日なんですよ。だから今夜先生とか遊びに行っていい？今夜？それがダメなのよ、私他に約束があって。本当に悪いけど、あなた今度のお休みはお家へ泊まりに行くって言ってたんじゃない？それが来ちゃいけないって手紙が来たんですよ、親父から。どうしてって、明日ね、うちで姉さんのお見合いがあるんですよ。お婿さんと仲人が来るからお前は来てくれるなって。でも僕はいいんですよ。それより先生に会った方がいいんだよ。そう、でもね、今夜は本当にごめんなさい。じゃあ映画でも見たら、交番のお友達と。うん、私も今度ゆっくり義明君の話聞きたいのよ。それじゃさよなら。よかったな、アメリカは。
君のサラリー400ドルぐらいだったんだろ。あなたとワシントンで会った頃はね。惜しいな。サラリーの点で言ったらこっちと段違いだからね。もっとも僕の方もあの当時は専務のお供の出張で金の苦労なんてなかったし、お互い様にのんきといえば一番のんきな時だったかもしれないね。あなたどっか行くんじゃないのこれから。ん、いやまだいいんだよ。8時に専務の家呼ばれてるんだよ。プライベートの仕事を手伝ってくれって頼まれてね。断れないの。ああ、そう。今日あなたのアパートに泊めていただこうと思ってたのよ。そうか。明日か明後日の晩なら僕は都合いいんだけど。うん、でも私の方も今ミス・リーが来てるし、パーティーやガイドでスケジュールがいっぱいなのよ。だから当分はミス・リーの専属ってわけだ。しかし惜しいよ、君のような実力と熱意のある人が手紙書きやガイドばっかりやってるの。だって日本の社会福祉事業も看板だけは一応揃ってても中はとっても貧しいのよ。だからアメリカ並みの線に近づくまで私どんなことでもしようと思ってる。うん、それは愛子のパッションはよくわかるけどね。しかし君たちの熱意というようなもんだけじゃどうにもならないで。そいつは分かってんのよ。それはただそのためにあなたとの結婚が伸びるのが一番辛いことだわ。君がウェディングドレス着るのはガイドと手紙書きの終わった時というわけかな。いや、そんな言い方。私だって早くあなたに満足してもらえる女になりたいわ。女が仕事を持ってるってこと日本じゃとても辛いことだわ。そんなこと考えると私この頃とても辛いの。だから今夜だって。いいさ、時が解決してくれるよ。そんな焦ることないね、君。今夜もまたあの人は私の手から抜けていってしまった。でも今夜橘に会えなかった私は今よりもっと苦しかったに違いない。私はどんなことがあってもあの人を話すことはできないのだ。あのことの償いのためにも。あ、その子が割りましたわ。ママ、遅くなっちゃって。お嬢さん、こんばんは。こんばんは。橘さん、娘の園子です。よろしく。ああ、お宅様にはなるべく気をつけていい人を向けておりますんですけどね。ああ、それじゃあ、一両日ご辛抱いただきまして適当な人を差し向けますから。どうも恐れ入ります。うるさいことだよ。まったく派出の人取り替えたいっていうの。そうなんだよ。もっともいいお得意なんだけどね、うちには。愛ちゃん、あんた仕事の方もいいけどいつまでも一人じゃいられないんだからね。分かってるわ母さん。そりゃね、あんたの自由でいいんだけど時期ってものがあるからね、結婚にも。やっぱり年かしらね。ち
ょっと小松丸ってもすぐ肩へ来るんだから。母さん飲む？あ、入れとくれ。まだ若いわよ、母さん。若い気だけどね。女一人で子供二人抱えてやってきたんだから楽じゃなかったよ。始まったわ、母さんのお箱。じゃあ揉みましょうか。いいよ、あんたも疲れてるじゃないか。ねえ、愛子、それよりこの頃何か紅子のことで気がつくことはないかい？紅ちゃんに？うん、そうね、確かに綺麗になったわ。この間バスの停留所に立ってるの見たら、よその人かと思ったもの。花の咲く時期なのね、きっと。花の咲く時期かどうか知らないけど、帰りの遅いのは始終だし、やれ洋服だのアクセサリーだってちょいちょい買ってくるのがなかなか洒落たいいもんばっかりなんだよ。うん、それもそうね。それだけじゃないんだよ。今朝あの子のハンドバッグに、あれから毎年あの子のことばっかり気になって、私どうせ頭が痛いんだよ。母さん、私から一度よく聞いてみるわ、紅ちゃんに。いいよ、私から聞くから。母さん何も言わない方がいいわ、すぐ喧嘩になっちゃうから。喧嘩になるわけないだろう、お前。私の目から見たらね、いつまでたっても子供だよ、あの子は。それがいけないのよ、母さん。だから紅ちゃんもすぐ反抗するのよ。どうしてさ、どうして反抗する気を起こすんだい。ただいま。おかえり。あー、くたびれた。これ買ってきた。300円。5匹よ。それから餌代が30円。これの金はしてちょうだい。余計なもんなんか買ってくるんじゃないよ。金魚のいない金魚鉢なんて意味ないわ。おやすみ。ごゆっくり。どこ行ってたの？お友達と遊んできたの。どんなお友達だね。どうだっていいじゃない、そんなこと。よくありませんよ。はあ、暑い。あんたに比べたら愛ちゃん親孝行だったよ。ちっとも心配かけなかったからね、私に。姉さんは偉いわ。秀才でアメリカの大学まで出ていながら、福祉事業なんて他人のことばっかり考えるのが好きでさ。でもね、私は自分のことを考えるだけで精一杯なの。お前はね。ベニッチュ。何よ。ここは飲めない。 No, thank you。君か。どうしたの？急に北海道行くことになったのよ。そう、明日の一番機でミスリーを案内するの。開拓村や社会施設を見て回るのよ。いいよ、奥方の北海道は。セーター一枚ぐらい余分に持ってけよ。うん、冷えるぜ、朝晩は。え？まあ、とにかく行ってこいよ。今夜？あ、そんなに遅くならないと思うけど。鍵持ってるね、アパート。じゃあ、その時。いや、先日はどうも、ご苦労さん。いいえ、こちらこそ。どう。いや、あ、実は、ちょっと。部長、何でしょうか。うん、まあ、かけたわ。あ。また電話がありましてね。この間の和樹さんから。ああ、和樹商事の。ええ。大変あなたが気に入ったらしくてね。今夜は伊豆の別荘にぜひ招待したいって言うんでさ。もちろんお嬢さんもご一緒に。それはどうも。どうでしょう、立花さん、あのお嬢さんは。はあ、それはもうとてもいいお嬢さんだと思いますが。いや、それを聞いてだいぶ安心しましたよ。いや、部長、私は別にそういう意味で言ったんじゃないんですから、誤解されると。いや、分かってますよ。紅子、
私と会ってることをお母さん知らないだろうね。ええ、知らないわ。ねえ、パパがお母さんと別れたの、私のいくつの時？そう、君が生まれてまだ1年経ってなかったかな。じゃあ。私がお母さんと別れたわけはね、いつか話そうと思ってるんだが。聞きたくないわそんなこと。どうして？決まってるわ、どうせ愉快な話じゃないもん。そうか、じゃあよしておこうね。この間君の姉さんらしい人に会ったよ、浦和に近い詐欺山で。確か愛子と呼んでたよ、アメリカの夫人が。福祉協会の仕事してるってことは君に聞いてたけど。どんな洋服着てた？その人。茶のチェックのワンピースだったかな。パパ、いやよ、もうお姉さんに会っちゃう。どうして？いや、だってパパを独占していたいんだもん。ねえパパったら、約束して。本当なの？本当に紅子だったの？はい、実は私黙ってようかと思ったんですけど。でもでもどうしたんですよ高田さん。この間も見たんですよ、銀座で紅子さんが中年の紳士と腕組んで歩いてたの。なんだって？近頃は水商売の女ばかりじゃないんだそうですね、そういうパトロンを持つのは。武田さん、もう結構ですよ。たびたび約束を破ってすみません。今日も社長邸の会議に招集され、今夜は帰れそうもない。許してください。夕食にエビを買ってきましたのに残念です。北海道から帰ったら私たちのことゆっくり時間をかけて話し合いましょう。できるだけ早く結婚できるように。愛子。来たんですよ、札幌から。そうか。ああ、有名な時計台だよ。愛子さん、君には親切だな。僕には来ないもの。本当にそうなんですよ。広い牧場歩いてるかな、先生今頃。それとも大きな温泉使ってるかな。君はまた悪い友達と付き合わないようにってこれにも書いてあるね。大丈夫ですよ。この先生、もう寒いんでしょ、北海道は。うん、それはまあ冷えるだろうな、こっちより。吉見先生、風邪ひかないかしら。大丈夫だよ、旅行には慣れてるからね、あの人。そうですか。君、きっと来たまえよ、日曜日には。どこの何という人なんだよ、そのど忘れの紳士というのは。名前なんか言ったってしょうがないわ。どうしてさ、その人があんたを誘惑したんだろ。笑われるわよ、加瀬、そんなこと言うと。何が笑われるんだよ。とにかく私、名前なんか言わないから。うん、母さんのためもって言わないのよ。
ベニコ、それは一体どういうわけなんだ。どうだっていいじゃない。司会から喜んでくれればいいのよ。冗談じゃないよ。そんなあやふやな話を聞いてね、母さん喜んでなんかいられませんよ。だって私はお金を出してくれる人を見つけて独立すんのよ。役払いしたようなもんじゃない。私が出ていけば母さんはさ。なんてこと言うんだろうね、この子は。母さんはね、私を信用してたらいいの。ベニコ、ねえ、お願いだから本当のこと言ってくれよ。どんな人なんだよその人。なんて名前なんだよ。いいじゃないの、もう。お待ち、よしてよ。何だっても同じことよ。あんた、よしとはもう離してよ。何すんのよ。母さんの気持ち知らないと。本当にお前は。ちなんでつけられたと聞いています。その摩周湖へ今来ました。それを思いつかれたという亡き